京都島原の郭は今から300年前現在の場所に移されたもので、郭の花として有名な太夫の絢爛豪華な風俗は現在我が国ではこの島原の一箇所にだけ残っているのでございます。かの吉野太夫の逸話にも知られますように、実に教養の高い文化人であったように想像されます。私のうちが結局女の体を売る商売だと知ったの。さっさと離れてしまったんです。何を言うのや。このお商売のおかげで何不自由なしに大きくなって大学まで出られたんやないか。だから余計嫌なのよ。わしと一緒になってくれやったらいいね。同族は固いもんやな。アホらしい。おちはそこにあったんかいわ。しょうもない。せやけど、なあお嬢はん、堪忍どうせ、あの失恋して自殺しかけはったってほんまどっか。これこったら何やねんな。あんたたちにまで知れてるのね。うちら一月に一遍ずつ失恋してます。それはさかいにこの人失恋だよ言いますね。おかみさん、私でも太夫さんになれましょうか。へえ、あんたが太夫さんに。ダメよ千代子さん。どうしてそんなことを尋ねなんの。あなたともっとお付き合いしたいからですよ。キサラゲ出してくれ。ここへ戻ってたんだ。おい、己しょこり者をまたキサラしてまだ痛い目見たいか。こら、親父、ちょいと待ってくれ。あのキサラゲの雨、向こうの店の借金踏み倒して俺の身ぐるみ持ってずれがれやったんだ。お母さんやめて。名作祇園囃子に祇園芸者の生態を鮮やかに浮き彫りした巨匠溝口健二が再び京都島原の郭に花と咲く太夫の生活を背景として、伝統と飲酒の中に育った母と近代的教養を身につけた娘との美しい人情と若い正義感の衝突が巻き起こす涙と笑いの世界を深く鋭く描いて余すところなき感動の期待編、噂の女。